エンリケ・ロメロは、スペイン・ヘリス・デラ・フロンテーラ出身の元サッカー選手、元スペイン代表である、ポジションは DF。1991から92シーズンに、地元の CD ログロニエスでデビューした。1992から93シーズンと合わせて2、シーズンで3試合の出場だったが、1993から94シーズンは29試合に出場した。 1994年にバレンシア CF に移籍し、3シーズンで91試合に出場した。1997から98シーズンに在籍した RCD マジョルカではスーペルコッパでエスパーニャを獲得した。1998年に27歳でデポルティーボラ、コルーニャに移籍した。1999から2000シーズンには、 リーガエスパニョーラとスーペルコパデエスパーニャの2冠を2001から02シーズンにはコパデルレイとスーペルコパデエスパーニャの2冠を達成した攻撃的左サイドバックとして UEFA チャンピオンズリーグで50試合に出場した2004年3月9日のユベントス戦はインフルエンザのため欠場した2004年9月28日の AS モナコ戦の2日前には自転車から落ちて負傷して試合を欠場するなど大事な試合をたびたび欠場している。対等したジョアンカップデビラに押し出されるように2006年にレアルベティスに移籍し1シーズンプレーした後に2007年に36歳で現役引退した。2000年2月23日のクロアチア戦でスペイン代表デビューした。 2002年の日韓 W 杯では3試合に出場した。ありがとうございます。